ゆりこたいがです。皆さんこんにちは。今日はなんとお久しぶりにパスタを食べようと思います。イエー、寂しかった。実はね、今ダイエット中なんですけど、はい、今日だけはねパーソナルトレーナー許してもらおうかな、許してもらえたらいいけどにしたいと思います。最近ってさ、あのツイッターの方にこのセーターを着て、あ、結構セクシーな感じなんですけど、これはね撮影会とかよく着てます撮影会のよく着てますので、はい、ぜひまた着てください。でもこのセーターでサイゼリア食べに行くレアさんがすごく多くて、え、何このトレンドと思って、やらなくちゃいけない、もうやらなきゃと思ったんですけど、ちょっとね本当にサイゼリアに行ってこのセット着るのはちょっと恥ずかしいんだけど、まあ写真撮ったんだけどでも今日は牛で食べてみたいと思います。プラッシュットが来た。プラッシュット私大好きなんですよ、すごい大好きで、でいつもイタリア、から帰ってきた時に日本にさ、あのプロシュットも聞きたいんだけどダメだったからね。ね、チーズぐらい大丈夫んだけど、プロシュットね、プロシュット一番美味しいのに。はい、ではプロシュット一番好きなのでちょっと対してます。これはねプロシュットクルードですよね、コット。そう、プロシュットはね2つがある、ハーム、プロシュットコットとプロシュットクルードがあるなんですけど、違う、一つはすごい甘口、コットはねすごいピンク色で甘くて、もう子供はよく食べるやつなんですけど、これはクルード、結構しょっぱいで味が強くて、よく大人お酒と飲むのプロシュットです。ではいただきます。うん、え、おいしい。あれ、これは本当イタリアのプロシュットじゃないかな。うん、パルマですよね。パルマの産地がパルマで、そうですよね、2枚、その大きさ今2枚入ってます、うん、そうですよね。お値段400円。あ、安っ。ちょっと待ってちょっと待って、安っって思ったらちょっと2枚400円2枚。あ、でもまあ、うん、でもさ持ってこれないからそれ考えると安い、持ってこれないからね、本当頑張っても持ってこれないから確かに安いんだけど、イタリアの400円ってプロシュットもう本当あのもう腰というか足、なんかコウの足がぐらい買えるんだね、でも美味しい、でも味がしっかりしてるっていうか、本当イタリアのプロシュットですよねって。まあちょうどいいんじゃない、ちょっとだけ食べたら。まあ私は全部ってね2枚じゃなくて200枚ぐらい食べたいんだけどこれは、はい、次はですねミートソースボロニア風。おー、簡単言うとボロニエーゼというのパスタでございますね。あ、ボロニアはあのイタリアの町なんですけど、ちょうどミラノとローマの間にある町で、イベントで 2か3回ぐらいに、行かせてもらったんですけど、行かせてもらったって正しいかな、まあ行ったんですけど、すごい美味しかった。ちょっとね大してますねこれ。でへー、いただきます。うんうんちょっと足りない感じはちょっとするけど、まあ、多分テイクアウトだからかもしれないよね。なんかセジリアで食べるときにもうちょっと肉があって、ソースはねもうちょっとたっぷりするなんですけど、結構ねイタリアのソースもたっぷり、わざとたっぷりにして、で隣にパスタとパンがあるんですよね。でだからパスタ終わったらパンでスカルペットするんですよね。今ちょっとパンが持ってないんだけど、これ食べたらソースだけはこうして食べるな感じ。あ、でも悪くない。これいくらなの？これ400円。安い。え、でもそれ考えたら安いんですよね。おー、ちゃんとボロニーズ日本で売ってても多分1800円ぐらいするんじゃないかなって思います。あ、ボロニーズ一番
日本人が好きそうなイタリアンパスタだと思ってます。あとボロニアの街はすごいステーキだし、あんまり南イタリアとか北のイタリアの感じはしないので、すごいおすすめする場所です。じゃじゃん、かわいい、かわいいじゃないですか。このピース見て、え、私の顔のサイズと同じぐらい、ちょっと待って、同じぐらいじゃん。マルゲリータピザ400円。あ、でも安い。あ、イタリアだとこれは子供サイズですよね。これは完全にこれは子供サイズ。いただきます。こんな感じです。うん、うん、お、味強いね。おー、これモッツァレラチーズが使ってるんじゃないかな。そうです、そうですよね。あの、はい、あの実は、さっきちょっと持ち帰りができなかったからモッツァレラチーズ食べましたよね、お店の。そうですよね。あれどうでした、味が。あ、でも美味しかったです。あれバッファローモッツァレラチーズっていう、うんうん、そうですよね。バッファローの、あのブッファの、バッファローじゃなくてブッファローね、ブッファローの、あのモッツァレラチーズは実はもうちょっと菌なんですよ。大きくて結構クリームみたい柔らかいモッツァレラなんだけど、まあ似てるは似てるんですよね。なんかイタリアは北海道に作られてるモッツァレラに似てた気がしてた。まあ、もしかして北海道に作ってるからねじゃない。ああ、でもピザはすごいしっかり味はしてます。うん、きた。はい、こちらですけれど、実はこれサイゼリヤで一番人気のメニューらしいんですけれど、何かわかります？わかりますドリアです。ミラノ風ドリアですないですよ、ミラノドリアなんてないよ、イタリアにないよ。そうそう、あれ誰だったっけ、あの有名な芸能人、キャリーパミュパミュだったかな、なんかミラノの、ミラノに来た時に、実はねコンサートに見に行ったんですけど、コンソメミラノのレストランに行ったらドリアくださいって言ったらしいんだけど、え、ドリアってえってな感じだ。なんかドリアイタリアの食べ物ではないんですよって。実はあれスペインじゃないだっけ。いや、これドリアは実は日本の食べ物なんです。なるほど、ナポレタンと一緒ですよね。そうですね、ナポレタンと一緒。そう、ドリアはね、そう、人気、一番人気だからね、なんか悲しいぐらい言うなんですけど、ないんですよ。ちょっとなんでミラノ風なのか、ちょっと食べて感想を。あのね、ライスなんですよ。この黄色いライスは、見えるかな？この黄色いライスはね、ミラネーゼのリゾットに似てるからんじゃない？うん。うん。そう。ミラノのミラネーゼのリゾットとラザーニャのミックスなんですよ、ドリアは。簡単に言うとね。で、ちょうど、でも私はね、ミラノ、私の実家はジェノバの近くなんですけど、結構ちっちゃい時によくミラノにコスプレイベントに行くために行ったりとかしてて、結構そういう、リゾット、リゾットアラミラネーゼが食べて、でも一番好きな食べ物はお母さんのラザーニャだから、これは完璧なのミックスなんですよ。だからまあね、本当に作ってほしいぐらいイタリア、これ絶対イタリア人好きになると思うんですよ。うん、まあ、名前がやっぱりミラノ風ってついてるから最初なんだろうって思っちゃうっていうのがあるんだよね。そう、日本で言ったら多分京都風、なるほどですよね。確かにそう言われてみれば、はい、デザートなんですけど、まあ、実は一番人気のティラミスを食べてもらいたかったんですけど、ちょっと持ち帰りができないっていうことだったんでイタリアンプリンというメニューがあったんで、本当にイタリアンかどうかちょっと食べてもらおうかなってちょっとね、イタリアンプリンちょっと聞いたことないんですけどねあ、ティラミスは本当イタリアンのデザートといえばティラミスなんですけど、プリン文化ない気がするんですよ。プリンじゃなくて、あのカタラーナ。あー、なるほどね。カタラーナはイタリアの料理ですよね。あのね、
あのね、そう、ここにね、私も10年間ぐらいずっとカタラーナはイタリアだと思ってたんだけど、実はスペインらしいんですよ。あ、そう。そう。イタリアにカタラーナはないんですか？あ、ある。あるなんですけど、実はもともとスペイン料理らしいです。私はね、カタラーナはカタラーナに似てるからカターニャと思ってたんですね。シチリアの町、スペインのカタルーニャのスイーツだそうです。らしいです。らしいです。そうなんだ。今日もいいこと勉強しました。いただきます。うん。甘っ。あれ？めっちゃ懐かしい味が思い出した。あ、ルナパーク遊園地のデザートに似てる。ちょっと、絶対みんな分からないと思うけど、イタリアの遊園地、まあいっぱいあるなんですけど、そこの食べ物と飲み物、まあ日本もそうかもしれないんだけど、すごい味が濃いんですよね。で、こういうプリンだったかどうか今覚えてないけど、なんか食べ物は同じ味がしてて、今8歳の私にすごい思い出した。この味が私ミラノの近く、あー、ガーダなんだというの、あの遊園地に行った時の同じ味はするのプリン。うん、いやでもうまい、おいしい。私は甘いもの大好きだから、イエス。はい、ということで今日は久しぶりパスタとかピッツァとかドリアとプリンまでも食べてすごいお幸せでした。本当にお幸せだ。もう最近サラダばっかり食べてるからもう鬱になるんじゃないかなってちょっと思ったんですよ。もう悲しすぎて、いやーって、今日はねいい言い訳が持ってたから食べたんですよ。はい、ということはなんかサイゼリヤはね結構日本の素晴らしさだと思います。っていうかありがたい。イタリアンはどこでもあるし、なんか安い、あんまりお金がないんだが、まあでもお金がなくても私なんかお金が持っててもサイゼリヤに行く友達もね結構いるから、それは関係なくなんですけど、関係ずになんですけど、学生とかね、あと私みたい実家に帰らないイタリアに、行けない方だとサイゼリヤに行って美味しく食べるのは大お幸せです。大お幸せです。はい、他の動画のことね、あとそう、こちらにちょっとお知らせがあります。最近パージョの代わりファンチャが始めたんですけど、日本人の向けのファンクラブを始めたので、ぜひよかったら秘密の写真とか配信とか、まあ、あと今までやってたのコスプレとかちょこちょこの自撮りを見たい方はぜひ購入して、購入、会員になってください。で、その後はこれから YouTube の配信もしようかなって思って、まあちょっとメンバーシップとか作ろうかなってずっと考えておりますので、ぜひ興味がある方はぜひコメントいっぱいしてください。あと他のお知らせはぜひ Twitter ゆりこたえがにフォローよろしくお願いします。ではまたね、チャオー。エビバサイズリア、エビバサイズリア。